猫耳学園百科王、にゃんにゃんにゃん、負け猫嫁子だにゃん。先日猫の真似をして以来ハマってしまいました。あ、そう。尻尾もちゃんとついてるにゃん。知らんわ、なぜ動くんじゃ。メアリさんもいかがですか。きっと似合うと言うと思った。誰がやるかバカ。そんな恥ずかしいなら尻尾はいいですから。全然情報してねえだろ。結局やらされた。これで満足した。素敵です、メアリさん。この勢いで尻尾もやらねえつったろうが。名前そうおっしゃらず。ゆめ子、今日のプリントなんだけど。あら、ごめん、お邪魔しました。待ってください、鈴井さん。鈴井さんもつけてみませんか。あんた一体いくつ猫耳持ってんのよ。僕はいいよ。そんなこと言わずに物は試してすからね。あれ、これゆめ子の興味が鈴井に向けば尻尾つけなくて済むじゃん。鈴井、あんたもやりなさいよ。え、でも。でもじゃねえ。ポチだったんだからあんたもつけなさいよ。ポチって犬の名前じゃ。つべこべ言うな。あんたのゆめ子がつけろって言ってんのよ。いやいや、僕のゆめ子って。ほらほら、鈴井さん、にゃんにゃん。つけることになりました。にゃんにゃん。すげえ微妙。じゃあ次、みやりさん尻尾いってみましょうか。覚えてるんかい。にゃん。猫耳学園百科王に似合うと思うけどな、ねえゆり子ちゃん。何をされているの。会長、それは興味があったのよ。家畜ってどんなものなのかしらって。生徒会会長なら家畜の気持ちぐらいわからないとね。かー、猫耳の会長。女神か、女神なのか。どう、似合うかしら。それはもう、いやその、どうお答えしたら。会長は私を試しておられるんだ、そうに違いない。にゃはは、似合ってるよ。よもつきさん、にゃか会長。にゃにゃにゃ。わあ、さやかちゃんがショートした。会長、気絶してるよ。まったく、さやかは冗談が通じないんだから。でもそこが可愛いのだけど。起きないさやかちゃんはこうだ。あら、それもいいわね。ゆりこちゃんもこっちに来てみなよ。さやかちゃんが。あら、会長すみません、ついてきてくれ。写真はやめてください。すみません、今週の一枚だけはやめてください。いいじゃない。